沖縄尖閣米国返上、米領琉球復興支援会の解放、日本大改革、米領琉球復興支援運動の解放です。1945年、昭和20年8月6日の原爆投下は、天皇陛下の地位保全確認の遅れと8月2日までというポツダム会談戦勝国会議の期間中に要求されていた日本の降伏受諾回答期日の無視に加えて、日本各地が米軍の空襲で壊滅状態の中にある中、最後の一兵まで竹槍で戦うという日本の暴走を止めるために、アメリカのトルーマン大統領が下した苦渋の決断だったのです。日本が天皇の玉音放送で無条件降伏受諾を日本国民に伝えたのは、原爆投下10日後の8月15日でした。玉音放送を聞いて大本営は8月22日午前0時で戦闘を停止したと報道しましたが、しかし翌年の1946年昭和21年の3月までに130万人の支那中国派遣軍などの外地部隊が暴発し、3280名の戦死者が出るなど戦闘は続いていたのです。昭和20年3月8日の東京大空襲で、一夜にして死者10万人、負傷者5万人、さらに昭和20年3月まで続いた沖縄戦で、沖縄の死者は15万人、負傷者5万人。さらに3月12日の名古屋空襲で死者15万人、負傷者5万人。また3月13日の大阪空襲で死者5487名、負傷者7215名。
3月17日の神戸空襲で死者8841名、負傷者18404名、7月10日の仙台空襲で死者1118名、負傷者1936名、また神奈川の空襲で死者9997名、負傷者16202名、青森空襲で死者1772名、負傷者890名、茨城空襲で死者3299名、負傷者3190名、千葉空襲で死者1448名、負傷者1909名、群馬空襲で死者1237名、負傷者1538名と、日本はまさに壊滅状態だったのです。もはや米国の圧倒的勝利は火を見るよりも明らかでしたが、日本軍大本営は国民子女に最後の一兵まで竹槍で戦えと暴走するありさまでした。この日本に戦争をやめさせようと米国のトルーマン大統領が1945年昭和20年7月26日に戦勝5カ国アメリカ、英国、フランス、ソ連、蒋介石総統率いる台湾の中華民国に呼びかけて開催したポツダム会談、7月17日から8月2日まで開催されたポツダム会談で戦後処理を話し合いました。この会議で東ドイツはソ連に割譲され、沖縄諸島と奄美群島の旧琉球王国領はアメリカに割譲されました。話を元へ戻しますが、戦争を中止させるためには暴発する日本大本営に踊らされた最後の一人まで竹槍で戦えという暴挙に対し、トルーマン大統領が苦渋の決断で下したのが原爆投下だったのです。これでやっと日本は原爆投下後、投下後の8月15日に戦争停止の玉音放送をしたというのが日米戦争第二次世界大戦戦争終結時の日本の実情でした。これを
どう取り違えたのか。広島に落とした原爆の責任を米国に問う人たちがおるのは残念です。当時10歳だった筆者は台湾から広島経由で内地に引き上げてきましたが、その時大竹港から広島駅まで乗った汽車の中で、列車の中でウィンドウを閉めるように言われながら隙間から覗き見た広島の市内はまさに遠くの山まで焼け野原の悲惨なありさまでした。本当に戦争を終わらせることができる、できればいいと何度か考えた少年の頃を思い出します。この原爆投下がなければ日本は最後の一兵まで竹槍で戦えというので日本の国の存続もなかったはずです。